このかかとの位置がお尻の位置が上がった方が体もぐっと上がりやすくなってきますし、はい、こんにちは、森田です。本日の動画はこちら、自由形のコツ、足の役割についてご紹介をさせていただきます。それでは動画の方をご覧ください。はい、キックの役割ですけども、キックに大事になってくるのは、よくこのお尻の位置ですねに対してキックを蹴っている時に、足の位置がちょうどこう低い位置、お尻があってこう低いところでキックを蹴ってしまう方が結構多いですね。そうするとその下がった分がやっぱ抵抗になってきますので、すごく大事になってくるのが、キックを蹴ってる時にお尻の位置に対して足の位置、今ちょうどお尻ここありますよね、お尻の位置がここありますね、今かかとここにあります。このかかとの位置がお尻の位置も上がった方が体もぐっと上がりやすくなってきますし、かかとが上がるってことは上半身のこの体重が前に乗ってきますので、キック蹴っている時にどの位置まで上げたらいいかなっていう考えた時に、ただやみくもに上げてしまうとね、水面から足が出てしまいますので、ちょっとお尻の位置をちょっと高めにねイメージしながら蹴ってあげると、まあ、蹴りやすくなる部分もありますし、体の位置が浮いてくるっていうところもありますので、ぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。この森塾はですね、もう今ですね、400本以上の動画が上がってます。ですので、トップページに行っていただきますとですね、今までの過去の動画も見ることができますし、マイチャンネルを登録することによって最新の動画がアップするのが皆様のメールだったりにですね、届きますので、新しい動画と、そして過去の動画の部分というので、皆様が一番やりやすい動画を探していただいて、そして自分に合ったね、英語、そしてヒントをもとにですね、森塾の動画を使ってくれると嬉しいと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。